快晴のトヨタスタジアムです。2021明治安田生命 J1 リーグ第34節名古屋グランパス対柏レイソルの一戦をお伝えしてまいります。それではまずホームの名古屋のスタメンから見ていきましょう。ゴールキーパーランゲラック、ディフェンスラインは宮原、中谷、キムミンテ、吉田、木本と稲垣のボランチ、右前田、左マテウス、トップ下にシャビエル、ワントップシュビルソクを予想しています。一方のアウェーの柏のスタメンです。ゴールキーパー韓国代表キムスンギュ、ディフェンスラインは大南、高橋、古賀、三丸、ドッジと三原のボランチ、右マテウス、サビオ、左仲間、武藤とクリスティアーノの2トップを予想しています。カウンター仕掛けました。クリスティアーノこぼれて仲間だ、仲間の右足シュート、ポストに当たった。ランゲラックが止めました。立ち上がり早々柏がチャンスを作っていきました、はい、サイドから吉田がついていきますが、クロスバー入ってきてキムミンテの頭、三つ丸、そしてマテウス・サビオ、トランゲラック止めました。シャビルのクロス入ってきてシュミルソク、キムスンギュ、非常にこう後ろへのヘディングで、まあ、自分のイメージのこう枠ゴールマウスっていうのをイメージしながら頭振ってると思うんですよね、はい、ここで守備利息、胸で稲垣が来た、そして守備利息が来た、守備利息が来て浮かして決めた。前半の34分、ルヴァンカップのタイトルを手にした王者名古屋、リーグ戦ホームのトヨタスタジアムで柏を相手に先制しました。1対0。いや、ここはもう守備力づく このキープ、それから稲垣の飛び出し、これうまくあって、ちょっと柏の選手はやっぱついていけなかったですね。あっと、ここはフラッグは上がるか、武藤だ、武藤切り替えて倒れてミスなし、武藤、まあ、その前で宮原です。オフサイドなかったんですね、今。なかったですね、はい、ランゲラックの前に武藤です。近いサイドに古賀も来たが、クリスティアーノ、クリスティアーノ、そのすぐ後ろに高橋裕二も控えていました。結構質の高いボール入ってきましたよね、ここね。守備利息が競り勝ってマテウス、柿谷とつながっていった。柿谷が守備利息を渡したが、キムスンギュニアサイドのハイを狙いました、はい、キムスンギュの反応です。巻いてきたボール、自分を育ててもらった柏の前で貴重な追加点を挙げてみせました。2対0。大南から豊島、変化つけて、細谷がコースから来た、はい、なんとかこじ開けようとしたんですけどね、はい、そしてここで試合終了のホイッスルです。2対0、名古屋グランパス柏を相手に完封勝利、シーズン無失点ゲーム記録を20へと伸ばしました。